今日は投打のお二人にお越しいただきました。涌井秀章投手、そして鈴木大地選手です。まずは7回無失点の好投、涌井投手にお話を伺います。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。今日は雨が降る中でのピッチングになりました。どんな思いでマウンドに上がったんでしょうか。まあ前回情けないピッチングしてたんで、まあ、その皆さんに勝たせてもらったっていう、まあ、恩返しのつもりで今日はマウンドに上がりました。先頭バッターのヒット以来ヒットを許しませんでした。わずか1安打無失点のピッチング、今日はどんなところが良かったんでしょうか。まあ何ですかね、まあ、大地が横でずっと声かけてくれたんでなんとか励まされました。まあ、先週もチームは2桁得点、本当に味方の援護心強いですね。非常に助かってます。これで涌井投手開幕から無傷の4連勝となりました。最高の滑り出しと見ていいんじゃないでしょうか。そうですね、まあ16年目にしてようやく仙台の空気が合ってきたのかなと思います。今日は初めてお客さんが入る中でのゲームになりました。お客さんの拍手というのも非常に力になったんじゃないですか。そうですね、まあ、以前からずっと投げててすごい、温かいファンだなと思って、それがまあ味方になったので、そして、まあ非常に温かいファンなのですごい心強いです。では最後にそんなファンにメッセージをいただけますか。改めまして涌井です。これからもっと勝てるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。見事開幕から4連勝、涌井投手にお話を伺いました。そして先制タイムリーを含む3打点の活躍、鈴木大地選手です。まずはホームに帰ってきて初めてお客さんが入る中でのゲームとなりました。今日はどんな思いで臨んだ一戦だったんでしょうか。やっぱり初めてお客さんの前でホームで試合できたのですごく楽しみでしたし、同時に緊張もすごいしてたので、まあ、でもすごくいいところで出て、ね、こうやってお立ち台立つことができて本当に幸せです。今日も2安打3打点の活躍でした。バッティングの状態非常にいいように見えるんですが、ご自身ではどう振り返ってますか。まあ、僕というより、ね、本当チーム全員で、繋いだところをいいところだけ持っていっただけなので、まあ、ただ本当に勝てたことが何より良かったと思います。元同僚の涌井投手のピッチングも今日は安心して見ていられたんじゃないですか。そうですね、はい、涌さん投げるときはやっぱりちょっと特別な思いもありますし、本当に、ね、こうやって一緒にイーグルスに来てこうやってお立ち台一緒に立つことができると思ってなかったので、はい、幸せです。これでチームも連敗ストップ、首位キープとなりました。今年のイーグルスは強いなとファンの皆さんも実感していると思います。チームの雰囲気などいかがですか。いや本当に雰囲気はいいですし、こうやってこれから、ね、お客さんの前でファンの方の前でプレーできるのでもっともっといい状態になっていくと思いますし、勝ちを、ね、1試合でも多く見せたいと思います。では鈴木選手からもファンに最後にメッセージをいただけますか。改めまして鈴木大地です。とにかく、仙台に鈴木が来てよかったと思えるようなプレーを一つでも多くしたいと思います。これからよろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーロー涌井投手、そして鈴木選手でした。それではヒーローのお二人には楽天ポイント10万ポイントが贈られます。おめでとうございます。それでは有観客試合になって初の勝利の儀式、バーンは鈴木大地選手、お願いできますでしょうか。スタンドのお客様は声を出さずに力強いバーンをお願いいたします。それでは鈴木大地選手お願いします。ちょっと声出せないですけどバーンで締めましょう。いきます、3、2、1、バーン。